すごかったですね、今日もちょっと吉田さんが。でもいろいろ攻略できたんじゃないかなと、はい。まあ、実戦は今日のために、まあ、このニュージャパンカップ始まって2試合やってきたんで、前哨戦を、まあ、その前哨戦ではちょっと出し切れなかった部分もあるし、まあ、実験できなかった部分もあるんですけど、今日なんとなくの動きで、はい、やって、実験は成功しました。結果として勝てたし、それを置いといてもいやすごかったですね。ちょっとね、その G1 とかでやっぱ当たった時となんか全然違う感じになってたというか、頭が痛いですね。張り手とかかなりやられてましたけど、どうでした？まあ僕もその打撃格闘技やってきたんですけど、吉田さんも気候機種もやったんで、僕の方がちょっと勝ったかなとそこでは思います。でも聞きましたね、全部が一発一発重くなかったですか？ああ、いやでも頭痛くて非常に気持ちいいですね。はいはい、分かります、このフラフラの感覚。分かります。ドラッグ的な。あ、それはちょっと分かります。分からない。イブさん、これで初戦を突破しましたけれども、はい、トーナメント次行けてよかった。内藤哲也がかかってこいと。内藤哲也がかかってこい。それだけ。今日こそは絶対1回戦必ず突破するつもりだったけど、こんなとこで負けちゃった。でもこれじゃ絶対終われないし、俺は1回戦で負けるためだけにこの世界入ったわけじゃないからな。でも今日、樋口と、まあ、年代一緒で、同級生で、同じリング立って試合して、なんか、すごい、すごいなんか、ハートがすごく煮えたぎった感じした、この気持ち、また絶対、あいつとシングルやって、今度は必ず俺があいつから、勝ち収めてある。確かに、生まれてきた生まれ持ったものっていうのはすごい、このプロレス界っていうのはすごい重要だけど、それだけで、諦めたら、もうこの業界いる意味ないから、俺は、絶対諦めないでいくよ。俺の、あとは砕けてないから、